選手権連覇へあと2つ、福岡県代表東福岡、率いるは就任26年目の志波義則監督。金沢桜ヶ丘との初戦、高校生でただ一人21歳以下の日本代表に選ばれた金子のヘディングが炸裂。やっぱり金子、超高校級の金子。こぼしながらも続く3回戦ではディフェンディングチャンピオンにふさわしい多彩な攻撃で次々と得点を重ねます。気温は9度9分あります。さあ宮原のキック、ファーサイドヘディングシュート合わせてゴール。金子だいぶラインを上げています。東福岡高校いいパスです。山形がシュートゴール。3点目です。本当に繊細ですよね、タッチが。しかし室蘭大谷との準々決勝では1点を争う展開となりました。外です。試合が動いたのは後半25分。さあ誰に合わす、ゴール。田坂が挙げた1点をディフェンス陣が守り抜き、7試合連続無失点でベスト4へ臨みます。先制点です。今準決勝連覇へチーム一丸、赤のユニフォーム東福岡、対するは初のベスト4進出、白のユニフォーム滝川第二です。右サイドから東福岡のコーナーキック、ニアサイドに金子と千代丹田。さあ後ろに金子がちょっと転びました。さあボールが入ってヘディングシュート、どうだ、クロスバーだった、ヘディングシュート、これはどうだどうだ、入った入った、ゴール。東福岡高校先制点、5番の千代丹田。東福岡高校が1対0とリードを奪いました。さあまた東福岡はコーナーキックです。千代丹田と金子と宮原、そうですね、3人並んでますからね。さあその選手がパッと散らばります。そして中に入ってきたのはヘディングシュート、打った、ゴール。2点目を取りました東福岡高校、2対0、オウンゴールということです。やはりディフェンダーの頭に、そうですね、当たったようですね、はい。鈴木さん、はい、滝川第二高校、鎌田、今戻りました。さあボールが取った、10番の宮原だ、シュート浮かしたゴール、どうだ入ったか、どうだ入った、ゴール。宮原のシュート、懸命にクリアしました滝井ですが、ゴールラインを割りました。高野の懸命のクリアも届かず、東福岡高校が3点を取りました、3対0。さあ時間はないぞ、ここで長いホイッスル、東福岡高校2連覇へ向けて2大会連続決勝進出、苦しみながらの決勝進出。学校今前半の40分キックオフされました全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦の今笛が鳴りました。まあ、東福岡が崩すとしたらこういう形を早く作るということでしょう。4番の金子、金子ドリブルでちょっと出した、宮原がカットする、そしてシュートはゴール。Go!